セリエ A、インテルミラノ 3-2 サンプドリア、24日、ミラノ。インテルミラノ DF 長友佑都、31、はサンプドリア戦で後半39分までプレーし、3-2 の勝利に貢献した。中二日の試合で疲れは否めないものの、運動量豊富で、コンディションはいい。食生活やトレーニングなど、積み重ねているものが今花開いてる、と自負する。前半30分には40メートルの距離からシュートも放ち、自信を持ってプレーしている雰、遠くも見える、と話す。写真、大きくなった平愛梨のお腹に手を添える長友チームは1試合消化が多い状態でナポリを勝ち点1上回る暫定首位。ピッチを退くときは大きな拍手を受け、憎ければブーイングを浴びるのはインテルの選手として普通のこと。スタンディングオベーションは自分の誇り、自信になる、と喜んだ。一方で来年2月に妻平愛梨さんが出産予定で、男の子です。生まれてからのエクササイズも決めてある、と明かし、妻の精神的な支えが大きい、とも。公私ともに充実の時期だ。西村明美通信員。